母子家庭なので、これは運命だな。母親がな、出張で東京離れる間だけ。棟梁さんです。すごい人見知りなんです。ら何やってんすか、あの頃のお前に。そうボヤボヤするとな、こうやってもぞ。半端なことすんじゃねえぞ。私嫌だ。うち立ててやりたいんだ。それ以上ぐけぐけうちに入ってこないでください。いいんじゃないって。クリ、太陽を感じる。太陽を感じる。太陽、家族をめちゃくちゃにしてるのあんたじゃないか。僕のこと嫌いになっちゃったの。川沿いのお前ら何にも分かってねえよ。それは俺もカンナもあんたの実の子じゃない。お前の母ちゃん守るのお前しかいねえだろ。4月なら父親がいるんだよ。返ししか出てねえか。約束だよ、いつものように。